皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、体脂肪をつけずにバルクアップをするということについてお話をしていきたいなと思います。筋肉はつけていきたいけども、余分な体脂肪はあまりつけたくないっていう方が大半だと思うんですね。体脂肪をなるべくつけずにバルクアップするっていうことについて、どういうふうにやっていったらいいのかとか、そもそもそういうやり方がおすすめなのかどうかっていうところについてお話をさせていただきたいなと思います。ではまずですね、体脂肪をなるべくつけずにバルクアップしていくメリットとデメリットをお話ししていくんですけども、まずメリットについては、余分な体脂肪が増えないんで、次の減量が楽になるっていうことですね。当然体重を増やして体脂肪が増えた分は落とさないといけなくなるので、バルクアップの時に体脂肪をどん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 増やしてしまうと、当然その後には増えてしまった体脂肪を落としていくっていう作業が入ってくるわけなんですね。なのでバルクアップ中につく脂肪が少なければ少ないほど、減量にかかる期間も減量中の負担も減る傾向にあります。どこまでこう落としていくかっていうところにも寄ってはくるんですけども、基本的には増量中に増える体脂肪が少なければ少ないほど減量は短く楽になっていくというふうに思っていただいて問題ないので、なるべくバルクアップ中でも体脂肪をつけないようにするということは、減量を楽にするためにも非常に有効なんだということで覚えておいてください。メリットの2つ目なんですけども、大会に出る方なんかは特にそうなんですけども、大会の時のコンディションが良くなるっていうことがあります。体重を思いっきり増やして体脂肪がかなり増えてしまうと、そこからね、大会に向けて絞り込んでいくってなると、減量の幅もかなり大きくなるわけですよね。10キロ15キロ20キロ以上落とす方もいたりします。上野なんかはね、毎年20キロ以上落とすって言ってたかな。人によってはそれだけ大きな減量幅があると、落とし切った時にお腹の皮が余ってたるんでしまうことがあったりするんですね。たるんだ皮っていうのはなかなか短期間で元に戻ってくれない。ひどい場合はもう手術して切り取らないと一生たるんだままになってしまう危険性もあったりするので、特に50代を超えたような方なんかは、バルクアップとはいえあまり体脂肪を増やしすぎて体重をドカンと乗せてしまうのは、特に大会に出る方なんかは避けておいた方がいいかもしれないです。大きなデメリットとしては、自分が進歩しているのかどうか分かりづらいっていうところにあります。体脂肪をなるべく増やさずにバルクアップしようとすると、消費するカロリーよりも摂取カロリーの方が大きくないと筋肉って増えていってくれないんですけども、この幅を大きくすればするほど体脂肪は増えやすくなります。なので体脂肪が余分に増えていかないように、この幅を小さくする必要があるんですよね。そうすると摂取カロリーがやっぱり少なくなりがちなんで、そもそも筋肉量が増えていくスピード、体重が増えていくスピードっていうのもゆっくりになっていきます。そうするとだいたいもう月に 0.5 キロから1キロとか、それぐらいの本当にゆっくりとしたペースで体重が増えていくことになるので、半年で6キロ、1年続けたらプラス12キロっていうことで、かなり大きな違いではあるんですけども、1ヶ月2ヶ月ぐらいの短いスパンで見ると、ほとんど誤差に近いような体重の増え方しかしてくれないんで、本当にこれで筋肉が増えてるのかな、大丈夫なのかなっていう風に不安になってしまう方もいらっしゃると思います。体脂肪でこう体重が増えて関節周りにね、脂肪がついてこうクッションになってくれると、トレーニング中の使用重量もかなり伸びやすくなったりするんですけども、そういう恩恵も得られにくくなってしまうので、当初思ってたよりも重量もなかなか伸びないし、体重もあんまり増えてないから、あんまり筋肉増えてないんじゃないかと不安になってしまうこともあるかもしれないので、特に若い方とかトレーニングを始めて歴が浅い方なんかは、どちらかというとあまり体脂肪がついてしまうことを気にせずに、ある程度しっかりカロリーをとって、体脂肪が多少つくのはもう仕方ないっていうような意識でしっかり食べて、ガンガントレーニングをしていただいた方が、結果的には筋肉の増える量も多くなるし、使用重量も大きく伸びてくれて、その後のね、体の変わり方っていうのが効率よく体を変えられるっていう可能性もあるので、ご自身のタイプを見極めてね、決めていただければいいかなと思います。このメリットデメリットを考えた上で、実際に体脂肪をなるべくつけずにバルクアップしたいなって思った時に、じゃあどれぐらいの三大栄養素の量で食事をとっていったらいいのかっていうところについて説明をしていくんですけど、
けども、まず一番大事なタンパク質に関しては体重1キロにつき 2g で大丈夫です。これ以上取る必要もないかなと思います。タンパク質を取れば取るほど筋肉が増えやすいかというと必ずしもそうではなくて、体重1キロにつき、まあ、2g これぐらいの量を超えてもあんまりメリットは大きくならないっていう風に言われてます。特に増量中というのは摂取カロリーが消費カロリーを上回る、消費する以上に食べることになるので、エネルギーが余ってる状態だとタンパク質の必要な量っていうのは減量中に比べて実は少なくなっていきます。まあ、あんまりこうお肉とか食べるのが好きじゃないっていう方は体重1キロにつき 1.5g とかそれぐらいでも十分かもしれないです。実はバルクアップとはいえタンパク質をそんなにたくさん取る必要もないので、まあ、体重1キロにつき 2g ぐらいで考えておいていただければいいかなと思います。次に脂質の量になります。脂質は3大栄養素のうち1つなんで、ゼロにしたら絶対に良くないです。まあ、脂質と聞くと取ったらこう体脂肪が増えちゃう、ネガティブなイメージを持っている方もいらっしゃると思うんですけども、人間の体を正常に保つために必ず必要な栄養素ですので、ある程度の量はしっかりとっていく必要があります。まあ、バルクアップ中であれば体重1キロにつき 1g から1.5 グラムぐらいの量の脂質取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、例えば体重70キロの方がバルクアップするとしたら、少なめに見積もって70グラムの脂質を取りましょうということになるんですけれども、だいたい卵1個につき6グラムの脂質が入ってるんで、卵10個食べたらまあちょうどいいかなぐらい。脂質がねほとんどないって言われている鶏胸肉でも100グラムあたり、まあ1グラムから2グラムぐらいの脂質は入っていたりします。納豆だったらこう1パックあたり4グラムから5グラムぐらいの脂質っていう感じになるので、まあ卵とか乳製品とか、まあお肉でタンパク質を取ろうとすると、減量中と同じような食事を取っていてもよっぽど気をつけない限りは40グラムから50グラムぐらいは自然に取れてしまう方が多いので、バルクアップ中はそれに加えてちょっと脂身の多いお肉とか、たまには鶏もも肉を皮付きで焼いて食べてみたりとか、脂質の多い洋菓子をおやつでつまんでみたりとか、それぐらいのことはしていただいても、全然問題はないと思います。ただし、まあ、バルクアップだからといって、まあ、体脂肪を増やしたくないんであれば、ジャンクフードをお腹いっぱい食べるとか、脂身の多いステーキを 400g、500g も思い切り食べるみたいなことはやめておいた方がいいかもしれない。そして最後に炭水化物、糖質になるんですけども、糖質の量のコントロールっていうのが体脂肪をなるべくつけないバルクアップに、まあ、一番大事なところなんですけども、正直ですね、この糖質の必要な量っていうのは個人によってかなり差があります。個人の代謝の高い低いっていうのもありますし、筋肉量によるところもありますし、普段の生活の活動量によるところもあります。当然一日中デスクワークをしている人と現場で肉体労働をされている方のエネルギー消費っていうのは全然違うものになってくるんで、そういった意味で糖質の部分だけは個人に応じた量の調整というのは大事になってくるんですが、最初に始める量としては体重1キロにつき 4g の糖質を取っていただくというところから始めてみるのがおすすめです。体重70キロの方の場合は 280g の糖質を取っていただくことになるんですけども、この 280g 食べ物に例えたらどれぐらいになるかと言いますと、ご飯お茶碗1杯でだいたいですね 150g あります。ご飯がね、このご飯 150g の中に糖質っていうのが 55g ぐらい入っています。ということはだいたいですね、1日にご飯をお茶碗5杯ぐらい食べると 275g になるんで、まあだいたい 280g の糖質が取れることになります。そうなるとだいたい朝にお茶碗2杯、お昼にお茶碗2杯、夕飯はちょっと少なめでお茶碗1杯みたいな感じで振り分けていただくと、まあちょうどですね 280g に近くなってくるという計算になります。まあこれを聞くと意外と少ないなって感じる人が結構いらっしゃると思います。お茶碗2杯分のご飯とか結構ね簡単に食べれちゃう方も多いと思うんですけども、これはあくまでも最低値の目安なので、これで増量をスタートしていい感じにね増やせる方もいらっしゃれば、体重が全く増えない方もいらっしゃいますし、逆に摂取エネルギーが足りなくて体重が落ちてちゃう方、体脂肪が落ちてちゃう方もいらっしゃるかもしれないので、これを基準にして例えば2週間とか1ヶ月とか様子を見ていただいて、体重とかウエスト周りのサイズ、
あとはまあ足の太さとか腕の太さなんかを測りながらですね、ちゃんと体重が増えているのかな、どう変化しているのかなっていうのを見ながらですね、この量で増えてないなとか、むしろまだ絞れちゃってるなっていう風に変化していってる方は、ちょっとずつ炭水化物、糖質の量を増やしていただくといいんじゃないかなと思います。そしてですね、最後に体脂肪をなるべくつけないバルクアップというのを筋トレ用語でリーンバルクアップと呼んだりします。リーンっていうのは、まあ、体脂肪が少ない状態、絞れてる状態のことを指すんですけども、絞れた状態のままバルクアップするということでリーンバルクアップっていうような言い方をします。また別の用語でクリーンバルクアップという言葉もあったりします。このクリーンバルクアップとリーンバルクアップを混同している方も実は中にはいらっしゃるんですけども、実はこのクリーンバルクアップとリーンバルクアップって全く違うもので、クリーンバルクアップっていうのはクリーンな食材、簡単に言うと減量中に食べるような食材ですよね。脂肪の少ない鶏胸肉とかささみとか牛のヒレ肉とかもも肉とかお魚とかですね、卵、納豆とか、そういう健康的な食材を食べてバルクアップをしていくという方法になるので、必ずしもクリーンバルクアップがリーンバルクアップであるとは限らないんですよね。クリーンなものを食べていてもめちゃくちゃカロリーをたくさん取ればリーンバルクアップはできないわけなんですね。逆にジャンクフードとかクリーンでないものを食べていてもエネルギーのコントロールがしっかりできていればリーンバルクアップはできるわけなんです。理論上はね、あんまりおすすめはしませんけど、リーンバルクアップとクリーンバルクアップっていうのは実は全く違うものなんだよっていうことはしっかり付け加えておきたいなと思います。今回はですね、なるべく脂肪をつけずにバルクアップをするリーンバルクアップについてお話をさせていただきました。また何か聞きたいことがあればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。